こんにちは、こじこじです。今回は前回に引き続き秋葉原で話題になっている映像出力なしのマイニング専用のグラフィックボード Radeon RX470 2枚挿してクロスファイヤーしたらどれぐらいね性能がアップするのか、実際にベンチマーク、ゲームなどやって検証してみました。それでは早速なんですが、映像出力なしのマイニング専用グラフィックボード Radeon RX470 ですね、こちらがすでに改造済みでして HDMI 出力できるようにしてあります。でこちらが買ったまま未改造品で、このような感じでね、まだ映像出力できるようにしてないんですけども、今回ねこちらの2つを使用してクロスファイヤーを行って、クロスファイヤーをするとどれぐらいねゲーム性能が向上するのか検証していきます。まずはじめにクロスファイヤーを行うためにはクロスファイヤーに対応したマザーボードが必要になります。僕が使用しているマザーボードはギガバイトの GAH87MD3H、 こちらのねホームページ見ていくと下の方なんですけども、こちらに AMD クロスファイヤーということでマルチグラフィックス機能をサポートということでクロスファイヤーに対応しているのがわかります。ちょっと補足になってしまうんですが、詳しい方だと気になる方もいらっしゃると思うので説明しておきます。僕の使っている CPU Core i7 の4770なんですけども、こちらの CPUPCI Express レーンの最大数が16となっており、PCI Express の構成としては ×16 が1機、×8 が2機、×8 1機プラス ×4 2機が最大の構成となっています。このためレーン数がボトルネックになるんじゃないかと僕もね思っていたんですけども、 Wikipedia のクロスファイアのページによると、全ての GPU がノースブリッジからの PCI Express 接続なのでボトルネックが発生しにくいということです。それではグラフィックボードを搭載していきます。前回改造したグラフィックボードがこちらですね。でこの下にもう一機ね同じグラフィックボードを挿してクロスファイヤー行います。で電源なんですけども 500W 電源なので最大の消費電力が 110W ということで、2機搭載した場合単純計算2倍で 220W なので少し電源に不安を感じます。グラフィックボードを2台搭載できますと、デバイスマネージャー上でこのようにグラフィックボード2台確認することができます。続いてクロスファイヤーの設定なんですが、 Radeon 公式の Radeon セッティングのゲーム項目からグローバル設定に入ると、こちらにクロスファイヤーオンオフの項目があります。ちなみに自動でクロスファイヤーはオンになっていました。さらにゲーム個別にクロスファイヤーの設定を行うことも可能で、 PUBG の場合こちらもう設定してあるんですけども、通常デフォルトモードになっているんですけども、一番下のねプロファイルを読み込むという設定だったかな、こちらに設定をしますとクロスファイヤーに最適化されたゲームのプリセット一覧が出てくるので、こちらから選択するとクロスファイヤー最適化されると思います。また検索もできるので、このような感じで最適化されたプリセットを探すこともできます。それでは RX470 単体とクロスファイヤーでベンチマークの比較を行います。今回は 3D マークのタイムスパイを使用します。それでは結果なんですけども、上の表が RX470 単体での試験結果、下はクロスファイヤーでの試験結果となっています。 RX470 単体では3909ということだったんですけども、クロスファイヤーを行ったところ6399ということで約 1.6 倍ねスコアが伸びています。
続いて実際ゲームをプレイして FPS にどれぐらい差が出てくるのかを検証します。Caution, braking bumps, Q lap, don't cut. Into...最後になってしまったんですが、今回こちらのファンダムというサイトのクロスファイアーゲームコンパチビリティリストを参考にゲームを選びました。こちらのサイトによりますと、フォールアウト4は平均のフレームレートを上げて最小のフレームレートを下げてくれるということだったんですが、確かに最小のフレームレートは安定していたんですけども、それほど平均のフレームレート上がっている感じはしませんでした。続いてダートラリーなんですけども、エクセレント表記があるんですけども、優れたスケーリング、目立たないマイクロスタッターらしいんですけども、 FPS 自体はそれほど上がっているような印象は受けませんでした。ということで残念なお知らせなんですが、 3D マークのベンチマークスコアでは 1.6 倍もね差が出たんですけども、その他のゲームでは同一環境同一設定 AMD のクロスファイアに最適化されたプリセットのねプロファイルを読み込んでいるんですけども、 FPS にね差が見られない感じでした。むしろグラフィックボードを2枚差ししてるために、PCI Express のレンスが ×8×8 になっているので、むしろレンスが少なくなっていて FPS がね若干落ちてるんじゃないかって感じすらしました。せっかく2日間かけて Windows 10も用意して動作検証したんですけども、残念ながらね僕の環境ではクロスファイアをしてもあまりね直接ゲームのねスコアというか FPS にね差はないという結果になりました。もしね詳しい方、すっごくね AMD のクロスファイアに詳しいんだって人いましたら、コメント欄にねどうしたらいいか教えていただけると幸いです。一応 PCI Express のレーン数なども気にしたり、まあね動画で話したことは全て気にしてやったんですけども、残念ながら結果が出なかった感じとなります。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらにね過去の動画あるので、よかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。